さあ皆さんこんにちは。一つ前の動画アップするとどうなるかわかんないんだけど、まあ一つ前の動画で歯医者に行ってくるよっつんでね言ったんだけど、歯医者に行ったら時間が違ってた。1時間ずれてた。今日予約3時ですよっつんで、津田さん今日は予約3時です、4時やねんかいって。まあ次の予約は11月5日になっちまったんだけど、それはなんで歯医者は突然来てもやってくんねえかっていうのを俺が今簡単に説明するんで、医療の闇としてよく聞いといてもらえばなと。まず歯医者と医者はまあ違うわけなんだけど、まず医者っていうのはどういうふうに人を処理していくか、患者を処理していくか、処理、対応、なんつうんかね、要はあいつらにしたら要は単なる患者は紙切れにしか見えねえわけだから、保険点数でしか見えねえかもしれねえな。じゃあまず患者が来ましたと。じゃあ内科医の場合ね、ああ先生今日調子が悪くってちょっとだるいんですけどつんで、はいじゃあ体温はいくつですか、ああ咳は喉は、はい口開けて、はいあーん、はいで聴診器当てて、はい終わりで、まあ約5分で、じゃあ薬はねこれとこれとこれを処方しておきますねって。でこの薬は胃にね負担がかかるから、じゃあ胃薬と、じゃあもし急に熱が出たら大変だから、まあ熱冷ましでも入れとくかな、あともし何かあったら大変だから、じゃあ抗生物質でも入れときますかね、はい3000円のお会計です。3000円っていうことは3割負担なんで1万円人から取れる、その点数という名の患者から取れるわけで、要は5分で1万円、1時間で12万円で、それを9時から12時までやると36万円で、午後もじゃあ3時から5時まで6時までやるとまた36万 ×2、3時間やると72万円、1日の売り上げが72万円なりということね。72だと計算がめんどくせえから、じゃあ70×まあ20、まあ20日じゃねえんだけどね、土曜日はまあ午後は休診っていうところがあって、木曜はまあ1日休診っていうところが多いんだけど、まあ単純に計算して70万を20日間だと1400万、月に1400万円の売り上げだんべ、そうだいな。でそこで人件費、医療事務やる人、保険のレセプトする人、まあ看護師で看護助手、または普通のね何もそういうね資格を持ってない人も中にはいるんでね、まあというのをこう計算していって、もろもろ人件費がまあ一日の中のまああと固定費とかね、まあ20万30万だね、ざっとまあ10ヶ月で1億4000万の28だから1億6800万かね、年間の売り上げが、まあその中の取り分って、なるとまあ年収6000万7000万、これが医者なんかね。いや今工事してるよ、工事、水道工事中。
まあ、歯医者がとなると、そう簡単にはいかねえんだよな。まあ、治療する、あの椅子が、じゃあ4脚ありますと。で、4脚を、効率よく回すためには、まあ、11人に、ね、10分かかったとしても、1人1000円とか、まあ、高くて3000円。グレーなんでね、かかるね、患者にかかる時間がまあ倍以上になってるな。10分だったり15分だったりね、時にはそのぐらいするんで、ね、だから歯医者の話はまあ虫歯じゃねえ、歯を削って強引に虫歯を作ったりしてるところもあるからね。まあ内海悟氏が言うと、その辺の歯医者に行くのはもうあんたら本当にクソだなというのをよく言ってて、歯は1ミリたりとも動かしちゃならん、ね、その辺に町の歯医者に行くのは本当に自分がクソだっていうのを丸出しにしてんだぞと、ね、よく調べてから行くように。まあ確かにそう。まあ俺はある程度信頼してると思われる人のところに行ってるわけで、まあ本来だったらね、県、まあ近くて埼玉の小峰とか行きたかったけどね、小峰さんのところとか。まあちょっとそれは俺は時間的には無理、どうしても作れねえし、高速で行かなきゃあるし、ね、まあ真面目な歯医者は稼げないというのは、これは医療業界では常識の話であって、いかに、ね、通常のドクターとこのデンティストが乖離があるかっていうことを皆さんに知ってもらうために話したんで、まあ一つのネタとして覚えておいてもらえばいいんじゃないかなと思います。以上。